アットモココさんのインタビューです、テーマはインナーチャイルドを知る人生とインナーチャイルドを知らずに生きる人生との違いについてお答えいただきたいと思います。お願いします。インナーチャイルドを知ることによって自分のことを見つめる、向き合うっていう作業をすることができる。で、その作業をすることで自分自身っていう軸を作ることができる。そしたら他人に振り回されることがない、他人に振り回されないっていうことは自分の人生を歩むことができる本来は。そのためにインナーチャイルドの癒しっていうのを知るっていうのは自分自身と向き合う手段の一つなんだよね。だから必要不可欠ではある。分かった方がそれがよりやりやすい。例えば人のせいにしたり、周りの環境のせいにしたり、親のせいにしたり、そういったことをすることはしなくなる。すべては自分自身なんだ。受け入れるようになる。そのためにはインナーチャイルドの癒しっていうのは知ってた方が生きやすくなる。つまり他人のせいにしなくなる。しなくなるってことね。向き合うためのあれだから。しなくなる。